島崎勇は、日本の心理学者。学位は博士。早稲田大学人間科学学術院助教、西埼玉中央病院附属看護学校講師、財団法人交通事故総合分析センター、分析委員。1976年、東京都練馬区にて生まれた。練馬区立旭川岡小学校、練馬区立旭川岡中学校を経て、 東京都立大泉高等学校に進学した。その後、静岡県立大学に入学し、国際関係学部の国際言語文化学科に在籍した。1999年に卒業すると、トラックの運転手として、生計を立てる。日々の仕事の中で交通に関する学問的な興味を覚え、大学院への進学を志す。3年後、 早稲田大学の大学院に入学し、人間科学研究科にて学んだ。2004年に修士課程を修了し、修士の学位を取得した。その後も研究を続け、2009年には早稲田大学大学院にて人間科学研究科の博士課程を単位取得満期退学した。それに伴い、博士の学位を取得した。2008年に早稲田大学に採用され、 人間科学学術院の助手として勤務し、人間科学部の講義などを担当した。また、同年より、交通事故総合分析インターの分析委員も、兼任している。加えて、2009年からは、西埼玉中央病院附属看護学校の講師も、兼任していた。その後、早稲田大学の人間科学学術院にて助教となる。専門は、心理学であり、認知科学や、 実験心理学といった分野を研究している。特にトラックの運転手だった頃の経験もあり、応用心理学の一分野である交通心理学に関する研究を手掛けている。そのため、交通心理学研究など専門誌に論文を発表している。中でもカーブミラーと出会い頭の事故の関係性について着目し、運転手時代の経験なども加味した上で、 多くの発表を行っている。ありがとうございます。